どうも、マイトです。ニックです。いやー、暑い、めっちゃ暑い、たまらなく暑い。いや俺もね、ほんまこれ朝の早い時間からね乗ったら多分涼しくてちょうどぐらいなんやろうけどね、朝はねどうしてもねダラダラしてまうんすよね。ほんで結局朝はなんかちょっとちょっと用事とかしたりして、ほんでなんかいつもこう昼過ぎの夕方ぐらいからね、ああいい天気やな、なんかバイク乗りたいなとかと思って出てくるんで、まあ出てくるのがね、まあいつもこれ夕方みたいなね、一番暑い時。ほんまアホですよね。まあそれでも乗るっちゅうぐらいやから、まあそんだけまあねバイクは楽しいと、まあここ見てくれてる人たちはねみんなバイク乗ってあると思うんで、まあそこの辺はわかると思うんですけども、はい。いや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 、今日はねやっちゃいましたね。まあねもうタイトルというか、タイトルとサムネでもうネタバレなんですけども、ブーツ衝動買いしちゃいました。ほんまあかん言うねんな、ほんまにもうほんまあかんわ。いやいやでもね、てか別にそのなんていうの、飽きたから凍ってるとかそんなんじゃなくって、なんていうかな、いやもうねブーツももう古いからね、もう何年、もう5、6年履いてるかな、もうだいぶ履いてるんで、まあちょっともうブーツ自体も傷んできてるしってことで買い替えました。まあもともとねアルパインスターズの SMX5 履いてたんですけども、いや最初ね買った時ね、まあ、ちょっと薄めのね靴下履いて買いに行ったんでね、おこれバッチリやと思ってたら、結構ねきつかったんですよ。だからちょっとまあ分厚めの靴下とか履いたらね、もうきつきつって感じ。でまあ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 ブーツ革なんで、まあそこそこまあそのブレイクインしてきたらっていうかね、馴染んできたらマシになるかなと思って、まあまあ履いてて、まあまあね使ってるうちにだいぶマシにはなってるんですけど、でもやっぱりきつい感じ。でやっぱり長時間乗ってたりとか、まあどっかそのツーリング行った時にね、どっか歩くとかっていうことするとやっぱりちょっと足のね親指の指先がちょっと痛くなったりとかしてたんですよね。でまあまあ最初はねやっぱり買ったうちはちょっともったいないから、まあちょっと我慢して履いとこうかなって言って、まあまあそれが今までずっと履いてきてたんですけども、まあちょっとねブーツ自体もちょっと傷んできたし、まあそろそろ買い替え時期かなっていうことで、まあそう思ったんで、まあちょっとまあここ思い切ってちょっと買い替えてみようかなということで、セールでちょっと安くなってたんでね、ブーツ買っちゃいました。はい、まあでもね、まあ一回買ったらまたもう何年も履くようなもんやから、まあ別にまあ消耗品やからまあねいいと思うんですけどね。でまあ今回買ったブーツがまあ今までのアルパインスターズやったんですけど、今回はちょっとセールになってたということで、ダイネーゼですね、のネクサスブーツ、これですね。
あ、これを買いました。はい。でね、今日はちょっと街乗りで、そのブーツのね、まあ、奈良市ですね、ちょっと新しいブーツに変わったらやっぱりこうブレーキの感覚とかね、そうシフトの感覚変わるんで、まあちょっとどんな感じかちょっと履いて鳴らしてみようかなって感じで今日履いてきてます。じゃあとりあえずどっか泊まるとこがあったら、ちょっと泊まれるところがあったら泊まって、ちょっとブーツの紹介でもさせてもらいましょうかね。どっかあるかな泊まるとこ。じゃあちょっと多分ね、もうちょっと行ったところにね、公園があったと思うんで、そこでちょっと泊まって、ブーツちょっと見てもらいたいと思います。じゃあそれでは。